店長、はい、あの若月選手ってどんなミット使ってますか？いい質問、はい、というかかなりホットですよ ね。 そうですね。ゴールデングラブ賞初受賞の若月選手、うん、おめでたい。さて、うん、何のミット使ってるかご存知ですか？畠山ですか？畠山じゃないよ。違うの？久保田スラッガーなんですよね。あれ、そんなの聞いたことないけど、うん、あのカタログとかにはね、うん、載ってないんですよ。載ってないんや。これ、ね、発売してないんですよ、うん、ちなみにアドバイザリースタッフにも入ってないんですけど、定番とかじゃないの？そうやね、だからズバリみたいなモデルがないんで、ない、みんな若月選手のモデル使ってますみたいな人に出会ったことがないんですけど、はいはい、オールスターで使ったあのモデルは販売されてます。こちらです。すごい、こんなラックスタイルなんですけど、今ないんですよね。そういう安倍型みたいな、こういう感じ。あ、深っ。結構深いでね、革自体はこれ柔らかいんですけど、軟、ね、式での発売っていうのはないんですよ。ないの？そう、だからこれが結構そうレア。これだけ？ぜひね、これを機会にやば、ボーダースラッガー若月選手も応援しましょう。